くと打てるんじゃないですか。はい、お願いします。どっちでもいいのかな、はい、何でも座れんじゃん。何番だったんですか。12番。何でも取れる。僕20番。うん、絶望的ですよ。全員オフと打ちますもんね。いや、まあ多分そうでしょうね。おそらくまだ打ててない人とかもいそうですからね、うん、人気なんで。まあそうだよね、よく考えたらかまいたちさん激推しだもんね。 CM やってんだもんね。それをやった方がいいよねってことだね。はい、角にの北斗の剣 SE です。SE だったらつまんないじゃんね。はい、スタートはパチスロファンっていう雑誌があって、当時そのパチスロファンが、まあ、ある意味一番マイナーだったのかなと思うんですけど、必勝本とかガイドとかマガジンとかいろいろあったんですけど、その当時ねパチスロ始めてちょっと数年経った頃で、で雑誌いろいろ見たんですけど、日本文芸社っていう今でいうとこの漫画娯楽とかの会社で、でなんかこう出版社として一番しっかりしてるのかなって思ったんで、そこにしました。で面接受けて、その時なんか面接官にこうリスキー長谷川さんとかいらっしゃって、なんとか合格できましてね。それで編集プロダクションに就職するというか、そういう形になったんですかね、うん。それこそ今日同じ頃で実践してらっしゃる塾長さんとかは結構近いと思います。僕の方が先輩だって塾長さんは言い張るんですけど、まあそうだとは思いますけど、本当にちょっとしか変わらないと思いますよ。あふて早い。1000円じゃないのこれで。今一緒に番組やってる梅屋くんとかは後輩とかですね。ちょっとだけ後輩だと思う、歴で言えば。はい、そんなとこじゃないですか。あんまり同期はいない、同期が知らないです。パチスロを打ってますね。パチンコは打ってないです。マージャンプロももうやってないです。主にパチスロを打って適度に運動して、よく酒を飲んでます。特に酒です。シーロ49ゲーム。大ターメンの由来です。当時仲良かった友達が、いつも僕毎日寿司ばっか食ってたんで、もう何でもね、そのスーパーの寿司もそうだし、持ち帰り専門の寿司屋もそうだし、寿司ばっかり食ってたから、寿司好きだからわさびとかでいいんじゃないですか。なんか食べ物の名前つけるのとかこう普通にありそうだった感じだったんで、で最初漢字だったんですけど、わさびって。でもなんか読めない人多くて。パチスロとの出会いは一緒ですか。出会いはスローモーションです。そう、マージャンばっかやったんだけど、なんかパチスロもやってる人が周りにすげえ多くて、でみんなね、勝てる勝てるっつって本当に勝ってたから、どうやったらそんな勝てんだろう。パチスロはマージャンと違って人に迷惑をかけずに勝てるなと思ったんで、知ってみたいなと思う気持ちはあって、それでいろいろとこうリプレイ外しは何ぞや、接点は何ぞやとか、ずっとその友人に聞きながら、どうやって勝ってるのかっていうノウハウを知ろうと、知るまでは やらないどこっていう感じで、そういう出会いでしたね。で、まあ、その友人の家とかにはやっぱパチスロ雑誌がいっぱい転がってたんで、それをまあ暇つぶし読んだりして、それが入りですかね。まあとにかくやらずに覚えるっていうところからがスタートでした。はいはいはい、あ、はい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 。人の上げ足を取るのが大好きで、よく親が呼び出されてました、小学校。多分ちっちゃい頃から理屈っぽかったんじゃないですかね。学校でもそんな感じ。そうですね、とりあえずでも小学校1年生から3年生ぐらいまではそんなに覚えてないんですけど、まあその頃にそうやってよく呼び出されてて、で僕小学校5年生の時に転校してるんですけど、小学校高学年の時はずっとなんか学級委員とか代表委員とかずっとそれやってた、そういうお子さんでしたよ。あと演劇とかあるじゃん、演劇とかはなんかいつも主役やらしまってたよ。意外と活発に目立つ子だったかもしれないね。
けど転校してからちょっとこう打ち気になってたね。それでも学級委員とかやってたけど、学校での成績はどうですか？それはさすがに良かったですね。でも1年生から3年生の時は別に塾とか行ってなかったんで、でもそれでも良かったと思います。なんで良かったかは分かりません。習い事はされてました？ピアノ、水泳、塾。ピアノも弾けるし楽譜も読めますよ。中学校、高校生活はどうでしたか？小学校から中学受験して中学に入ってチャンス目が入ってるんですけど、小学校の時に小学3年生で受験勉強後半かなから始めて、まあ、中学入試でいいとこに入ることになったんですけど、小5で転校してるってことじゃないですか。だから小学校5年生の半分と6年生の時ぐらいしか最後に卒業した小学校の友達がいなかったんで、別にそんなに濃く深いわけじゃないので、中学に入ってからの友達で新しくっていうのがやっぱ良かったんですよね。うん、だってもしそのまま公立中学行ってたら、多分そのあんまり友達がいない中で、そこまで多くない中で多分行くことになったと思うんで、新たにたくさん友達を作り直せる中学校は楽しく過ごしましたよ。高校はまあ6年間続いてるんで、ずっと高校から100人だけ入ってくるんですけど、その人たちともまあ仲良くなったし、楽しくやらせていただいてましたよ。ただただ6年間遊んでたようなイメージでした。ごめんなさい、もうパチスロの方が夢中です。改正高校の授業の内容で宿題活動が何ですか？宿題とかないよ、多分あったんかな、多分ないと思います。全く宿題、うん、宿題はなかったね。夏休みとかですら授業は独特でした。中学1年からもうすでになんか国の定めるような教科書は一切使ってなかった記憶です。もらったっけな、もらった記憶すらないと思う。もらってはいるのかな、配ってないと怒られるかもしれないから。でも全く使ってなかったですね。英語とかもなんか最初からなんか英語でしか書いてない本でした。 ABC やった後は、当時は今の小学生と違って小学校に英語がないので最初は ABC やるんですけど、まあでもほとんどなんかそういう独特な授業でしたね。数学とか他の科目も教科書を使ってなかった印象があります。で、まあ高校だったらもう全然何やってるか分かんないから、授業中はだべってるか寝てるかみたいな感じでしたね。学校ではどんな感じ？学校では、うん、自由でした。とにかく自由。休み時間は中庭で遊んで、であと学校がその中学校の時から給食がなかったんで、購買みたいなところで買うか、食堂行くか、学生食堂みたいなの行くか、近所のセブンイレブンがあったんですけど、で、まあ、カップラーメン食うとか。今思えば中学校で近所のコンビニでお昼ご飯食べててもいいってなかなかないような気がするんですよね。でもあの全然校則でダメとかなかったんですよ。全然自由だったんで、ある程度生徒がその学校の周りの地域の方たちからもやっぱ信頼されてる感がやっぱあったような気がしますね。そう思うと中学高校の成績はどうでしたか？中学入ってからもしばらくはプールは行ってたけど、だから何でも泳げるんだよ俺。 4種目、バタフライとかも全然まだできる。俺夏は海とかプール今でもよく行くから全然ちゃんと泳げるかやってみるけど全部ちゃんと泳げるよ。学生時代家族を心配させたと思うことはありますか？いやーどうなんだろうか。うちは妹の私立の結構いいとこ行ってたんで、多分お金がすごいかかったと思うんですよね。2人行かせてるって二つ違いなんですけど、そう考えるととにかくこう一生懸命働いてくれたと思うんで、両親ともに何かこう僕らそこで心配してるような暇はなかったんじゃないかなというような気はしますが、学校行ったり行かなかったり高校の頃はし始めてたんで、そういうことにもし気づいてたんだったら、まあ、そういう心配してたかもしれないですね。あとは麻雀覚えて3年からもフリーとかも行ってたんで、ふらふら麻雀ばっかしてることは心配かけたかもしれないですね。あんまりこう言われたことはなかったですけど。恋愛関係をさせていただきたいんですけど、はい、学生時代恋愛についてはどうですか？いやもうあの恋愛のレの字もないような男子校ですからね。なんとなくこう雰囲気、学校の雰囲気を知っている方だったらまあそうなんじゃないと思うかもしれませんけれども、とにかく男子校だしこう男女付き合いみたいなのもほとんどない、まあ、そういうあるとすれば近所の女子校とかの文化祭に行ったりとか、逆にこっちの文化祭に女子が来てたりとか、そういったところでしかこう絡むようなことがなかったんで、まあ、僕はとりあえず置いといて周りの人間とかも誰かと付
き合ってますよみたいなのはもうほぼ聞いたことがないレベルでした。初めて彼女ができたのはいつですか？高1ぐらいかな。僕はあの中学と高校の節目がないんであんま覚えてないんですよね。そこが一度交際すると長い方短い方、まあ時と場合によるけど比較的長い方なんじゃないかなと思いますよ。どういったタイプの異性が来るんですか？パチスロやらない人じゃないですか。忘れられない恋愛の思い出があれば教えてください。高校生の時に遊びに行く約束してたんだけど、その日なんかすげえ麻雀調子よくて、あ、午前中からやってたんですよ麻雀で、なんか向こう学校終わるぐらいの時に待ち合わせをしてなんか遊びに行くはずだったんですけど、それすっぽかしてすげえ怒られた。あんま大きいことはないですよ。高校卒業してから現職に就くまでお伺いしたいんですが、浪人してまして、最初2年間文系で浪人してたんですけども、まあ2年浪人しちゃったらもう仮に東大行っても、もう就職なんかできんだろうということで離転しまして、なりたかったわけでもないんだけど医学部受験をなんかしてまして、タローを重ねてましたね。でタローの間に後半でスロットっていう存在を知るんですけど、でまあその知った後は覚えるまでの期間を経てスロットを始めると、でまあ勝てると、出目や制御や、まあ、面白さ、勝ち方、いろんなことを覚えていくうちに本業であるはずの浪人を忘れて、そろそろもう浪人じゃなくてもう働くでもした方がいいわって思って、その時にはもうある程度得意になったスロットも込みで、例えばその雑誌社とか入ったらなんかいずれ幅が広がるのかなっていうことを考えまして応募した感じでしたかね。スロットライターにはなろうとしましたけど、別にスロットじゃなくてもよかったです。仕事できれば、子供の頃から本読むの好きだったんで、出版社に入るとかっていうのは結構そんな大きく掲げたことじゃなかったですけど、あ、いい仕事だなって思ってました。この仕事を始めてから今までで仕事の変化はありますか？いや、そりゃ大きく変わりましたよ。やっぱ序盤は編集プロダクションに入ってるわけだから、出版社そのとのやり取りとか印刷所とのやり取りとか編集作業が主でしたから、初めて入った時にパソコン使えますかみたいな質問に対して使えますって嘘ついたんで、全く使えないわけですよ。キーボードも打てないし、そのぐらい使えなかったんだけど、なんとか覚えるところからスタートして、多分ね、勉強するということに関しては多分得意だったと思うから、覚えるために一生懸命こうメモ帳真っ黒になるまでさ、パソコンの使い方全部、うわ、強調引いたよを繰り返して頑張ってました。ただ序盤はね、そういう仕事が多かったんですけど、パチテレさんをはじめとしてテレビみたいな媒体が出るようになって、最初は全く出たくなくて、どっちかというと言葉数も少ない方だったし、テレビの仕事とかができるようになってからそっちの仕事も多くなってきて、まあそれで雑誌社とかにもその後自分の雑誌が潰れてから他のところに入ったりしたんだけど、まさか自分が今のこういう仕事をするような形になるとは正直思ってなかったですね。大きく変わったと思います。で10年15年ぐらいまではずっとやっぱ雑誌を作ってる仕事の方が全然好きでした。このが映像に出ることよりは。74ゲーム青で、まあ細かい話をすれば、その雑誌を主に作ってる側の人間から今の演者メインになるまでの間もあるんですよね。そこはまたちょっと違った形の仕事をしてたかもしれない。そのね、こう一端というか端くれで言えば、一般紙の仕事をしてた時もありましたよ。普通の本をの原稿を書く仕事ももうやりたくないけど、本当にしんどい。あれ柄安いし、しんどいし、本当に大変でした。めっちゃ赤入るし、ただ一個言うのは楽しかった、すげえ面白かったです。そういう仕事も間やったりしてましたね。続きまして、思い出に残っている辛かった仕事について教えてください。とにかく一番辛かったのはやっぱ初めて映像に出た時のことかな。確かパチテレさんの年末特番かなんかでネギボーさんが司会されてた番組で、ライターという名のうぞうむぞうがたくさん集まるやつで、まあ、うぞうむぞうって僕のことですよ。誰だこいつみたいな端っこに出させてもらった時でしたかね。収録でパチスロしながら誰が一番出たかみたいなのを争うような番組だったとは思うんですけど、趣味ねかなんかを出された挙句、新人の子にこう食レポをやらそうみたいな、初めて映像に出てパチスロ映ってるだけでもいっぱいいっぱいなのに、めちゃめちゃ緊張してるのにもかかわらず食レポまでやらされて、しかも食ったの中尾ですからね、普通のファーストフードで、もうなんかね緊張で食えないのよ、まあ、そもそも入ってかないの喉は、ね、
全然脳に入ってかないのになんか美味しいですねみたいなことを言わなきゃいけない、あの仕事は本当につらかった。あとはオールナイトの実践30時間ジャグラー打ったやつ、カメラ回ってないんですよ。回ってないから本当につらかった。回ってたらね、生放送でディスクアップ打ち切りましたけど、ああやって逆に乗り切れるんだけど、やっぱただただ打ってるだけのジャグラーはね、もうオールナイトはつらかったね。辛かったこと以外で、今度は思い出に残っているギャラの良かった、はい、悪かった仕事について教えてください。ちょっとあのこんな風にお答えしたらつまんないかもしれないけど、何にもないです。どっちもない。ギャラがバブっているライター来店時代ってあったじゃない。あの頃の初期の頃は僕はもう本当に何も売れない駆け出しだったんで、来店とかも全部その人たちの多分10分の1以下の金額でやってたんじゃないかなと思います。でも僕当時の僕としては十分もらえるなと思ってやってたし、パチスロあと打たなくてよかったんで、打たなくていいのがまず良かった。負けるがないから。設定を事前にホールから全部知って聞いてて、でそれをあの来てるお客さんにヒントを出すっていう仕事をしてて、そういう来店だったんですけど、負けるがないんですよ。もちろん当然だから知ってるから打たないですし、まだイベント全然 OK 時代だからね。でその頃の金額すごい安かったですね。そう、今じゃ考えられないぐらい安かった。高い方は僕はあの来店をやらせてもらった時とかも値段をあの自分からこう上げていったことがないので、あの一番最初に提示されたところから全然そこから変わらないので、高いも安いもなかったですね。あ、そうだ、一番安いのであれだわ、あの思い出深いのは三重のオールナイトに行って生放送をやった時、あれただです。ただそれだけ。その代わりディスカッパー取れなかったらやらないで帰りますっていう お約束。勉強になった仕事について教えてください。それこそさっき言ったあの辛かったけど一般紙の仕事は面白かったな。普通の本を作る仕事の方がなんかしっかりした会議があって、しっかりしたページの割り振りがあって、で言葉遣いだったり文字遣いだったりとかも全部もっときっちりしていて、あれはそうある意味そういうものを作る仕事をしていく中では非常に勉強になった仕事だったのかなと思いますね。あとはこの仕事を始めた初期の頃、昔入った時のこう先輩方のこう仕事に対する姿勢とかっていうのは、あのそれまでねぐーたらと過ごしてきた自分にとってはいい刺激になったし、まあでもついてたよね。鼻からこうつけても楽しいから続けられるって思う仕事につけたっていうのは、まあ今まで、ね、これでもう20何年やってますけど、ここまで続いてこれた、まあ、いい過程になったのかなというような気はします。日暮らし祭りのわさび飴について何点か、わさび飴をした方が良いという理由を教えてください。僕行ってたとこ5、6入ってたんで、その5、6が入っている状況を、まあ、少しでも長引かせるには、まあ、お店に得をさせた方がいいだろうというのがざっくりとした理由ですかね。わさび飴発信後の意見の反応と、はい、それについて思うことがありますか。いや特に何も、人それぞれの考え方じゃないですかっていう感じです。悪いと思ったことは1回もないです。座って200だったことほぼないです。1回ぐらいしかないから、だからみんなに、ね、言うてもやってんじゃんみたいな思うし、自分のために言ってるわけだからね、パスロっていうのは。ちょっとだけ言うとすれば、その1しかないところでみんながこう甘く打ってるっていう環境ではないわけです。5、6が入らなくなってから1回も打ってないんで、入ってる環境を長く通過するためにやってたっていうのが理由で、うん、だからそれ以上でもそれ以下でもないかな。あとあんまりその世間のって周りが言ってただけで、僕自身はほとんど見てないんであんまりわからないです。だってそれ知ったのも人に言われて知って、僕自身は全然気づいてもいなかったですよ、そういう話があったの。なんかただなんか同業者というか同じ業界の人がなんかそれについて言ってるのを見たときは、あーこいつ小さいなと思いましたけど。演者さんについて仲のいい演者さんはいますか。いや特にいないですよね。強いて言えば伊藤慎一くらいですか。映像で一緒になることがもう雑誌の DVD がなくなってほとんどなくなったんで、伊藤慎一さんはあのそこでねパチスロ実践という雑誌を始めた頃からずっとのお付き合いなん で今はその2ヶ月に1回伊藤会を開いてまして、まあ、僕と伊藤さんとその他の方でこうお酒を飲んだりする機会は作ってます。お前とも一緒に仕事することほぼねえから定期的に飲むぞって言われて始めたものです。僕は特に定期的にっていう方はいらっしゃらないですかね。尊敬する演者さんはいますか。
にいないですね。誰かに憧れて入ってきたとかは一切ないですね。強いて言えば中竹さんよく一緒にお仕事させてもらってるから、こう仕事をする機会が持たせてもらってそこから増えるごとに、まあ、なんかこう元の考え方が似てるというか、ひねくれてんだよね、ねじれてる。まあ僕もなんか近いとこあるなと思うから、僕らの中ではねじれてると思ってないのよ。すごく筋が通った話だなをしてるつもりなんだけど、多分世間的にはねじれてるなって思われるんだろうなって、もちろんそれいい年ですからその分かるわけですよ。多分そうなんだろうなって感じることができるわけです、ある程度は。でそういうのがなんか合いますね。なのでああいうおじさんに、もうおじさんだけどさ、俺なれればいいんじゃないかなと思ってますよ。では逆に苦手な演者さんはいますか？苦手な人はいないですよ、全然。苦手だったらお仕事しないでしょ。だからそれ以上はないから特にはいないですね。今の仕事してなかったら何をしてるのか。麻雀プロ。僕は麻雀の方が好きだし、今のパチスロはあんまり面白いと思わないけど、でも仕事としてはこっちの方が向いてるかもしれないと思ってます。パチスロについて、はい、はい、1日の最高の勝ちと負けを教えてください。最高勝ちは1万8000枚ぐらい、負けは十何万だったかな。裏も打って負けました。あとはあれだ、あれ打った日も同じぐらいだ。ハローサンタマシンガンバージョンの設定後、1日の最高の勝ちが出ました。ビジュサラバン、サラバン6でいっぱいスラッシュのなんか4分割も聞いた。サラバンプロだったから。ではこれまでで一番好きな台が、多分アイムジャグラー EX じゃない。ではもう一度ホールで打ちたい台が、今いいとこなんだよ。初代リングにかけろ、桃太郎電鉄、初代 BMAX、 入れ食い、ホールでね、ゲームセンターなら打てるからね。でも全部ゲームセンターで打ってもつまんなくない。これもうダメだろ、落ちたね、やめよう。とりあえず店内、まあ最後残り時間少ないですから、ちょっとノーマルタイプで時間潰すために見に行きました。数回ぐらい当てて終われるって言ったらあいつかなって思うんですよね。機械割りのリスクがどうこうっていうなら花火もいっぱいあるしバーサスもあるしいいんですけど、まあ言うても甘さで打つような時間でもないんで、残り時間はほんと30分ぐらいなんで、そう考えるとその中でまあ1回2回当てられればなと思うのはやっぱこいつかな。なので残りはゲッターマウスを打ちながら質問の方にお答えさせていただければなと。ではゲッターマウス0020ゲーム回ってますね。花々です。そう、僕は花々しか愛せない。クロス系は今現行、まあこれゲッターマウス打ってますけど、まあちょっとやっぱさすがに飽きましたね。ただまあその花々に限ってはもう飽きるとかないんで、ずっと面白いんで、ひっくり返ってる頃からひっくり返ってない今までずっと面白いわけですから、そう考えるとやっぱ花がナンバーワンだなと。では今までで一番印象に残っているファンの方とのエピソードを教えてください。僕はあの上昇理論っていうモンドに出てるじゃないですか。九州は宮崎県によく行ってた時のことなんですけど、宮崎県ってテレビのチャンネルっていうのかな、曲数がすごい少ないらしいんですね。そのせいでほとんどの家であのモンドと契約してモンドを見てるらしくて、そのおかげで上昇理論のことをしてくださってる方がめちゃくちゃ多い。でそうなるともう本当老いも若きも本当よくしてくださってて、でねもう行ってもこういっぱい声かけてくださるんですけど、でもちろんね当然それと同様に差し入れなんかもたくさんいただいていまして、その時にね一番ねびっくりしたのがね、スーパーのパックのお寿司をね、これ美味しいから食べりっつってね毎回持ってきてくださるおじいちゃんがいてね、あれはねなかなか衝撃的でしたね。あとはパンをね、なんて言えばいいのかな、この台ぐらいの袋にね山積みで入ってくださったこともありましたよ。菓子パン差し入れがユニークかつ地元感がすごいくて、なんかこう場所柄なのかもしれないんですけど、めちゃめちゃ宮崎の差し入れは印象に残ってますね。ではそんな若見さんのファンへ、ファンの方へ一言お願いします。いつもありがとうございます。しょうもない話しかしてませんけれども、これからもぜひ一緒に年を取りましょう。最近までガラケーを使用していたと理由は何ですか？必要に駆られなかったからですか？ただまあもう2年ぐらい経ちますけどね、便利だねスマホはね。
あれ今遅れなかった？俺が話すのが遅かったのか？あ、当たってるよ。遅れネズミビッグだよ。遅れみかん引いてこんな短時間でびっくりー。うん、そのきっかけというかその当日確かうちの雑誌のライターの子たちと収録があったんです。朝からホールを攻略する番組で、積もれなかったらいつ帰ってもいいし、積もったら閉店までも行っていいっていう番組をね、 DVD のコンテンツで昔からもう十何年前からやらせてもらってて、でその収録があったんですけど、朝抽選受けてちょっと打った段階でもう今日ダメだってすぐ帰ることになったんだけど、結構負けたんだよね。で負けて今日暇だな、何しようかなって思った時に、暇だからスマホでも買いに行くかって思っただけです。前ね、初めて生まれて初めて車買った時も、暇だから車でも買いに行くかって思ったわけじゃなくて、自転車買いに行くかって思ったら帰りに車買って帰りしてたっていう、なんか思いつきで行動するちょっとね癖があるのかもしれないですね。はい、お休みは月にどれくらいあるんですか？たくさんあります。売れっ子じゃないんで。お休みの日は何をして過ごしてるんですか？お酒飲んでますよ。休みじゃなくても飲んでるから、まあ、あれですけど、お酒飲みます。昼から飲まないけど。どのくらいの頻度、どのくらいの量を飲まれてますか？そうですね、飲み屋行ったらビール最初一杯飲んで、その後は主に焼酎しか飲まないんですよ。焼酎をレモンサワーとか飲む時もあるけど、まあ、僕は安くてもいいから銘柄のやつを飲むことが多いですね。なんか悪酔いしないように。ストレス発散方法はありますか？ストレスがないです。まあ、強いて言うなら、まあそうですね、サウナとかスーパー銭湯好きなんで、行けたらそれがやっぱ一番自分の中ではリラックスしてるなのかもしれないですね。まあ、あとお酒飲むのかな。ああ、終わってた。激痩せが話題になったことがありますが、はい、どんなダイエットをしましたか？糖質制限と軽い運動、あとはそのさっき言ったサウナ、これをかなり行ってましたね。やっぱサウナ行くことによって自身新代謝、代謝を上げて、汗をかきやすくする、あとはそのエネルギーを消費しやすくする形を体にして、それから運動しながら糖質制限してってやってました。最大で何キロ痩せましたか？はい、40ちょっと。あの一番重かった時の体重計が100までしか測れないやつで、それでなんか108ぐらいまでブイってなってて、それ以上はちゃんと測れてるのか分かんないじゃないですか。急激に痩せて周りから心配はされませんでしたか？なんかみんななんか病気じゃないんですかとかっておっしゃってくれましたけど、全くですね。これまでの最高月収を教えてください。一つ打ってた時に100万を何連続かやりましたかね。それで車を衝動買いしたんだよな。何か自分へのご褒美が購入したもので一番高価なものを教えてください。何にも思いつかないんですけど、俺高いものなんて買わないもの。いや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 、本当に高いもの何も持ってないですもん。車だって今はもう安い車だし、服も高いのそんな持ってないし。では渡辺さんの今後について、メーカーホールファンに対しての今後の要望がもしあれば。お仕事ください。もうちょっとやってたいんで、もうちょっとこの仕事してたいんで、いろいろお手伝いできることがあればさせていただけると思いますけどね。では5年後のご自身はどうなっていると思いますか？また今後の目標とはございますか？目標とその5年後の自分っていう意味では両方とも、まあ、この仕事をずっと続けられてるといいなっていうところですかね。続けてられれば、細々とでもいいから続けてられればそれでいいかなと思ってます。はい、やっぱり楽しいんで、あとはもう結局転職だと思うんで、このまま続けていられればいいと望んでおります。はいはい。じゃああれですね、結構パチスロこうやってね打ちながらだと、なんだかこう質問に答えてるようなんだか、話を本当はもっと話を広げられるかなと思ったんですけど、意外と打ちながらだと話が全然広がらなかったんで、もしいろんな質問とかそういったものが、今回の質問以上に深い質問だとか、もっと細かい内容が濃い話を聞きたいと思った方は、ぜひ私の生放送を見ていただければ。
あっちでもう酒も入ってるし、まあよう喋ってると思いますので、ぜひあのそちらの方も見ていただければなと思います。以上わさびでございました。ありがとうございました。はい、というわけで、うち終わりましたんで、まあちょっとあの店内状況の方を見ていこうかなと。まあね、あの今回は、私ノーマル得意なんで本当はノーマルしたかったんですけど、まあやっぱ北斗が今日は一応したのかなということで、ちょっと触ってみたというようなのが現状でしたんで、私はちょっとノーマルをお伝えできます。ジャグラーコーナーはね、結構動いてますね。こう11の9のファンキーとか、良さげに当たってますよね。アイムなんかも、こう6の13ってレギュラーぶっちぎりでほぼ革新レベルで打てそうなやつも、こう、まあ今日ね、ジャグラーは特にこう強いとかっていうあれではないと思うんですけど、そういう日でもちゃんとこう入ってそうな感じありますし、なんだったら僕が最後打ってたゲッターモンスの右の台とか、ちょっと回数が見れないんですけど、おそらく1対1以上で、バーッと当たってるかと思います。このマイジャグもね、7の8、うん、バーサスがすごい出てましたね、1体、うん、この台ね、27回16の11ですよ。なんかもうオリオリあってもおかしくなさそうな感じで、一箱ガチガチとした皿がしっかりある感じで出てますし、カメラもあって、魔法育もあって、甘い系も充実してますし、地下1階の方にはね、ディスカップとかもちゃんとあって、魔法育もちろん赤ですしね、うん、あるっていうのは、まあ、いいのかなと思います。近くにあったら、甘い系の台打って楽しめるホールさんなんじゃないですかね。はい。はい、というわけで、ノーマルね、見てきた後は、下の英的コーナー、もともと打ってたコーナーですね。地下1階の方に降りてきましたけども、さっきカバネリでこの台が銅トロフィーで出て、コインすげー出てますけど、その2つ隣も、まあ、カバネリはやっぱ今現行ナンバーワン人気機種ですから、まあ、日頃から力入ってるのかもしれませんね。で今あっちの北斗コーナーね、もともと打ってた方ですけども、なんか塾長さんも無双転生引いたとかなんてことで、この台打ってた台が今32回ってなって、その前に大連チャンしてますね。やっぱハマっても大連チャンさせなんとかするような台なのかなっていうような気もしますけど、まあここもやっぱほぼ空き台なく大盛況な感じになってる感じでしょうね、うん、ただスマスロなんで出玉見ても分かんないですよ。なのでまあ例えば、ね、ネットとかでデータ見ていただければ、いかに盛況だったか見ていただけるんじゃないかなと思います。そうですね、今日出演してみて、まあいろんな質問に答えさせていただきましたけど、まあ正直こうなんだろうね、誰も一度はこういう場だったりに質問されることが多かった質問のような気がして、まあなかなかこう私の核心に触れるところまでは至ってなかったかもしれないんで、またね第2弾とかあれば読んでいただければ、まだお答えできるようなこともあるんじゃないかなと思いますし、今日はねちょっと反省は、それにやっぱ夢中になっちゃったことですかね。北斗打ったのも2回目でしたしね、ゲッタムワースも当たってくれたしね、まあ、それに夢中で、ちょっと今いいとこなんだからよっていうのがやっぱ多かったと思うんで、淡々と内容膨らませて話せなかったらちょっとね反省点ですけれども、また機会あれば読んでいただければと思います。はい、というわけで今回は収支マイナス36枚、千円札の数じゃないんですよ、コインが36枚です。つまり私は今日はもう勝ったようなもんなんで、気持ちよく帰らせていただきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。